最近アタックにおいては常連となりつつある出店者様、ハルスプリングの畑野社長です。ありがとうございます。こんにちは、よろしくお願いします。お疲れ様です。いつもね、畑野さんはあの前回の鈴鹿の時にもその前の筑波の時にも、お越しいただいてですね、どうですかアタックのこの空気っていうか。そうですね、やっぱり毎戦毎戦皆さんモチベーションが高いんで、うちの商品も挑戦のしがいがあるというか、すごく我々も緊張感がありますね。そしてなんか聞いたところによると、今回のアタックつくば、ハルスプリングさんちのいよいよ、デビューしたスプリングを使用してアタックしてらっしゃる車両が3台もいらっしゃると。そうですね、多くは3台で、まあ、今回特に28キロのバネを使った選手がいるので、それは我々バネ業界としてもあんまりレートの高いものを長く巻くっていうのが難しくなってくるところ、一緒に挑戦させていただきましたね。ちなみにそのドライバーさんのお名前は？ニーアン選手ですね。あー、 FDX のあいつね、もう俺のタイムにちょっとこう肉薄してるんですよ。それがもっとレート欲しいっていうオーダー今いただいてます。やっぱりあの空力マシマシのボディだから、マシマシですね、レートもマシマシで、はい。でもそれがちゃんと結果に結びついちゃってですね。そうですね、まあバネだけではないと思うんですけども、はい、まあバネでもできるだけご協力して、はい、まあ今日も57秒入ってますので、もっとレート、まあ、そんなあのご謙遜じゃなく、もう俺んちのバネのおかげでお前タイム出てんだろバーローぐらい。そうですね、次またレートアップしていいもの提供できればそういう発言します。いや、そうするとハルスプリングさんちのステッカーを貼った車がこうまた続々とアタック車両にも。そうですね、どんどん増えていってほしいですね。また今回旧車の方もやはりバネ不足っていうのがありますので、オーダーで巻いておりますので、はい。なんかこうお台で巻いておりますって言ってくれると、まあ、ロールケーキみたいだけども、まあ、こちらあのスプリングなんですね。いわゆる、同じバネレートでも、低反発、中反発、高反発といわゆるラインナップをそれぞれに揃えていただいて、今やっぱり主流の 65ID65 と ID60 と。そうですね、65が今までメインだったんですけど、もう、これから60の、短いもの、152ミリのものとかですね、来月には発売させていただきますので、そういった形でまたシビック勢なんかにもお使いいただきたいなと思ってますね。またね、その先ほどあったお話にあった通りも、その、ハイレートの、バネが非常にこう重要として、まあ、やっぱり空力がどんどん、増している分、需要が増えていると思うので、まあ、そういったところにも追随していただき、かつこのレンタルシステム1ヶ月たったの980円、980円で引き続きトライしていきますので、どんどん試していただいて、はいはい、自分のセットアップを見つけてほしいですね。そうですね、でせっかくね、あのべっぴんさんが来てくださってるんで、980円でレンタルしてもらえる、さきちゃん。あ、月額980円です、よろしくお願いします。乗るね。月額980円、安いな。安い、安い。2000円ぐらいしとこう。ありがとうございます。2000円になりました。さきちゃんも前回同様にまた今回つくばに来てくれて、はい、どう、尋常でない化け物マシン多かったけど。いやいや、皆さん本当にこだわってらっしゃるのが肌で感じられるので、とっても楽しいイベントです。やっぱりそのレーシングスーツ着て本気でやってるのってどんな感じですか、女性から見た目に。いや、素敵です、本当に素敵。本当ですか。ちょっとなんかもし良さげなドライバーいたら、で、ね、後でこちらまで、はい、こちらまで、こちらまで。何をやね、何をやね。どうもありがとうね。じゃあもう一人の、春ガールズのリンゴちゃん、はい、今日どう、初めて、参加してくださいましたけど。はい、私は初めてつくばのサーキットお邪魔させていただいたんですけども、音もすごいですし、皆さんの熱気もすごいし、一日楽しくやらせていただいてます。そうですよね、やっぱりこんな暴走車両みたいなのがいっぱい集まることってなかなか見たことないでしょ。初めて見ました。すごい、もう素敵な車がいっぱいで、もうびっくりしています。でも、ね、はい、素敵っていうと、せっかく素敵なハルさんのロゴが見えないじゃない。ちょっとこれぜひ見ていただいて、竹さん寄って寄って。やっぱり、ね、これ大事だから、これもうやっぱり車もね、ボディもこのワイド&膨らみ、これ大事なんで。はい、ワイドにお願いします。これが畑野さんの趣味かどうかわからないけども、ぜひ社長がですね、毎回べっぴんさん連れてきてくれるんで、アタックも甘んじて、勝手にアタックレースクイーンみたいな扱ってますけども、さきちゃんとりんごちゃんも揃って、参加してくださったハルスプリングさんでした。またレンタル980も引き続き絶賛、実施されてるということなので、ご利用ください。ありがとうございました。